メロンパーカーの人かけようかな。今通話いいですか。さあ行くぞ。あ待って、え待ってやばい。もしもし、え、わすごい喉。エンドこんにちは。なぜこれ配信だろ、これ絶対配信だろ。配信じゃないって、配信してないから僕。絶対配信してるこれ。やめてるから配信。しれっと息するように嘘つくじゃないですか。先生引退したから配信しよう。これ絶対突然かける逆突ドッキリみたいな配信してるんじゃないですかこれ。してないからやめてくれる。そうやってなんかあの創作するの自分の頭の中で。じゃあツイキャスで検索していいんですか。やめて。あじゃあちょっと切って見てみますね。やめて。バイバイ。頑張ってください。やめてやめてやめて。あのあーいなくなっちゃった。さあ行くぞ。いやわか、あもしもし。配信してますね。してないから。あのさ、ノッキー君、何ですか？配信見たらわかるよね。なになになに？僕今ね、体調がちょっと悪くて。なんで配信してんですか？休みなさいよ。お医者さん行ったんですよ、今日。あの喉が痛いということで、はいはいはい、可愛くてごめんを、なんかノッキーさんから聞いたら良くなるって言われて。ちょ待って、無理。今、あのあれなんですよ、ちょっと今あのレストランにいるんですよ、私。なんでレストランにいるんですか？なんで、ちょっと、今回勘弁してください。じゃあもう可愛く、可愛くてごめんって言って。じゃあオッケーっす。せーの、可愛くてごめん。判決します。今の可愛くてごめんが可愛かったら、はい、可愛くないならいい。お願いします。ケイジ出ました。これが真のアイドル。うわすごいわ。次こそは歌わせるからな、のっきー君。今すっきゅんってきました。ルララルララ恋の予感、ほらズバンって始まる。ルララルララドラマ。Oh, my God.